限りですね、これは。自分の部屋が臭いということで。いや、わかんの？あれ。なんか、誰かが何か食べた匂いがする。でも、ここの部屋で何も食べてないし、誰も食べてないんだよ。気のせい、もしかして。いや、そんなことないよね。まあ、いっか。今日はもつ鍋食べた。もつ鍋の匂いか、これ。もしかしてじゃあこんな臭いか。時間が経ったからかな。なんか栗ありがとう。サイン届きました。ありがとうございます。よかった。それはなんかサインのみんながさ、届いたやつをさ乗っけてるじゃん、ツイッターに。それを見たんですよ。えと思って、自分字めちゃめちゃ汚いやんと思って、焦った。いつも自分の字の汚さに絶望して、はぁ、あ、ってなって、まあいっかってなるんだけど、なんかすぐ気にしちゃう。まあいいんですけど、もう一生汚い。なんかさ、字綺麗な人ってさ羨ましいですよ。なんかさ、字汚いだけでさ適当に書いてるって思われるのはすごい嫌なの。なんか別に適当に書いてるわけじゃないじゃん、字汚い人のには多いと思うんですけど、自分なんかいろいろとなんか他のことでもよくあるんですけど、字汚いと言われるんですよね。本当にちゃんと書いたって。え？と思って、書いてるんですけどとか思って、まあいいかって思う。別にそんなんで気にしないんですけど。だから今は書道を習ってたなんて口が裂けても言えませんね。じじありがとうございます。言えない。硬質が苦手なタイプだったからさ、やっぱり。まあいいんですけど。てか今日からさ9月じゃないですか。普通にさモバメをさ、あ、モバメって夏休み期間は何時でも送れるんですけど、なんか夏休みじゃないと5時間しか送れないじゃん。今日全然忘れてて、あ、書こうと思って。モバメは今書いてる。でも朝起きるのは苦手なので、朝にメールが届くことはなかなかないと思っててください。え？昨日お休み送ってないんだ、メール下書きに入ってた。下書きにお休みミニって書いてあるメールは。てかさ、そのもつ鍋話、もつ鍋の話が私はしたいんですけど、なんかさ私博多でもつ鍋を食べたんですよ。
ラブリンさんとあのお部屋でね、ホテルで。で、そのもつ鍋屋さんが名古屋にできてたの、最近。なんか、もつ鍋を博多で食べた意味がないって思うぐらい悲しかった、最近。でも、名古屋で食べれるんだと思ったら嬉しいの。だから、ちょっと自粛が明けたらですけど、絶対食べたいの。あんた、ありがとうございます。え、なんか、この前、私、歯医者さん行ってるんですけど、歯医者さんの後に、本当ありがとうございます。キミちゃんと遊ぶ約束をしてて、なんか、ご飯食べようってなって、お昼を。あ、いいね、ありがとう。ハートもありがとう。で、なんか、ご飯食べようってなって、探してたの。その名古屋駅をね。でも名古屋駅全然わかんないの。最近名古屋駅で迷子になったんですけど、私一人で歩いてて、暗い迷路で、で何があるかわかんなくて、ドリア屋さんを見つけてドリアを食べたんですけど、そのドリアがめちゃめちゃ美味しくて忘れられないんですけど、早く食べたい。なんかさ、自分松葉に行きたくて、名古屋駅のなんだっけ、サンロードの何番出口とかがあったんだけど、まずサンロードの行き方が分かんなくて、どこと思って入ったらサンロードだったんだけど、出口が見つからなくて、一個もないの出口、どこと思いながら歩いてたら、なんかパッセの入り口について、どこと思って、もう外から歩いて、日焼けしたくないからさ、中から歩こうと思ったのに、マジ分かんなかった。地下の右ん全然分かんない。だからこの隅は難しいなって思った。わぁ、クリありがとうございます。まあ別に使う機会きっとそこまでないと思うんで。エスカはわかります、さすがにエスカはいけるんですよ。そういうのもさ、境しかわかんないんだよね。境ならどこに抜けるんですよ。困っちゃう。こんばんは。今日は何もしてないけど、お菓子じゃない、お買い物をしました。あの頃の君を見つけたのツイートなってるよ。え、みんなあれ個人あ上がってます、きっとリツイートしたもん、さっき紙揺れのやつ。いや、なんかこの話は聞いてほしくて、私なんか普通に腰から上がってたやつ、自分の勘違いなのか汲み取り方の違いかわかんないんですけど、なんか SKE に入ってからの話だと思ってたの。なんか SKE に入る前の写真じゃないと思ってたの。だから入ってからの話だと思って、それにしたら全然入るまでよかった。だったら入る前にしたかったっていう話。なんかみんなちっちゃい頃の写真あげてて、ああいいなって思った。え、
スユウさんとラブリーさんとどういう写真あげますかみたいな話をしてて、そしたら2人とも入ってからの写真だったから、いや入る前はね、私はいろいろありまして、入る前の方がね面白いそんなわけではないけど、なんかなんていうの、壮大だった、すごかった、破天荒だった。だから何もなんていうの、何もしてない、なんていうんだろう、難しい、なんか人がしてないことをしてきた。おもろいね、自分の人生ってなんかおもろいよね、わかんない。いや別に壮大ではないんだけど、思ったんだけど、それはちっちゃい頃の写真好きじゃないんですよ。めちゃめちゃ漏れてるやつと漏れてないやつがある。私卒業アルバムにちっちゃい頃の写真を載っけなきゃいけないみたいなコーナーでなんか載っけたんですよ、ちっちゃい頃の写真を。それだけは可愛いと思う何だろうなっていうか、なんか難しいです。いや思ったよりも12周年にしようか迷ったんだよね。12周年公演でしょ、泣いてるやつですよね。あの日にマジ泣きすぎ、あの3日間ちょっと泣きすぎてるので面白いんですけど、あれは思い出ですね。でマジ楽しかったあの日はっていうのをずっと覚えてる。本当ありがとうございます。リセット公演一生やりたいって思ってたもん、あの頃の時期は。あら、クリありがとう。そう見たいんだよね、自分も。なんか最近何か見たいと思った。あ、そう、絶望見たいのに見れないから悲しい。ハートありがとうございます。てかエナってさ、体に傷を置くねって最近めっちゃ思うの。なんか知らないところにあざができるの、すぐ。え？膝のあざがめっちゃちっちゃくなってる、びっくりした。一回こけたらちっちゃくなるみたいなあざがないのか、あるのか。じゃあもう一回転んでみようか、そしたらこのあざ消えるのか。最近もなんかぶつけてもないのにあざができたんですけど、めっちゃやけどの跡もある。なんでこんなやけどする、自分かさぶたの跡もある。なぜ、なんでも一番でかい傷は内緒にいいんですけど、傷じゃないけど跡ですね。わんぱく少女でした。
番でかい傷は傷跡か。はあれですよ、足の手術の跡がずっと残ってます。私にはてかさ、昔の入院してた頃の写真とかを見てたのこの前。なんでさ見てたんだろう、なんかわかんないけど。あ、そう、ちっちゃい頃のボブの話をしてて、私が入院して手術をした時に髪の毛が邪魔だからって言ってボブに切ったらしいの、髪の毛を。で、その時の写真を見せた時に、入院してた写真を見せたんだけど、可愛かったわ、ちっちゃい頃やっぱ。花束ありがとう。なんかぬいぐるみ持ってたわ、ちっちゃい頃。で、前のずっと入院した時に覚えてるのは、車椅子にあの牛乳をこぼしたっていうエピソード、一生忘れない。なんかずっとそれだけ覚えてる。うま、ありがとうございます。あと私は病院の夜中に目覚めたんですよ。その時になんかスティッチみたいな影が見えて、ガチであのお化けを見たってその時思った、病院で。え、でもそれなんか3日連続ぐらいで見たの、その影を。なんか本当に覚えてないんだけど、今じゃあの何だったのか分かんないんですけど、結局なんか一生そのなんかエイリアンみたいな影があんの。本当になんだろうって今でも思うレベルの、見てほしい、みんなに。でも本当に真っ暗の時にパッて起きたらそこだけ光ってんの。なんだろうね、あれ。あー、後半とか思って寝てたんですけど。え、本当にそういう経験ありません？え、それでもずっと宇宙人だと思ってたんだよ。だからいつか連れ去られるんじゃないかって思ってたんですけど、ちっちゃい頃に見えるあれですね。すみません。うわ、ああびっくりした。え、音でか、死ぬ止まるかと思ったわ。スタンドの時間だって、本当ありがとうございます。ほら、こういう変な話するから。マジびっくりした、音でかすぎて。音ちっちゃくしよう。3、あ、よし。あの、シビが反応してしまいました。怪奇現象に来ちゃった。なんかいいタイミングでさ、シリってなるよね、空気読めるんだわ。でも楽しかったけど、入院生活ちっちゃかったからかな。今してたらさ、絶対携帯しか触んない女なんだろうなって。うん、ご飯ね、普通に美味しかったよ、普通に食べてた。ないことあるの。なんかさ、ヘイシリでさ反応するようにさ、この携帯をさやってなかったんですよ。あ、あい、あのこのこっちの携帯、こ
これをヘイシリって反応するやつを最近なんかやったんですよ。でもそのヘイシリに反応させる声がキミちゃんの声なんですよ。だから自分の声じゃ多分反応しないんですよこいつ。でも今ヘイシリって言っても反応しないもんだって。でもしかもキミちゃんの普通の声じゃなくて変な声になったんですけど、でもキミちゃんの声なら開くんですよこれ。でも別に自分 Siri 使わないから、あれスタンなんかちょっと話変えるんですけど、この Apple Watch スタンドっていう機能があって、1時間に1回立ちましょうみたいなやつなんですけど、勝手に達成したことになってんだけど、やりましたって書いてある。まあいっか。あ、今日なんでショールームが早いかっていうと、私は今から散歩に行くんです。あれ、歩き、ウォーキング。あ、そう、1日おきに行ってるんですよ私。もう本当に運動しないとやばいと思う。何もしてないから。あ、ママと一緒に、お姉ちゃんも一緒に行くんですけど、目がかゆい。なんか日中は日焼けをするので嫌な。うわ、でも最近マジで歩いてる。でも歩くの下手くそ。全然雨降ってないんだけど、降るのかな。でも明日雨でしょ。そう、ママがめちゃめちゃおもろいんですけど、昨日だっけ、おととい歩いた時にマジでおもろくて笑い死ぬかと思ったぐらい笑ってた一人で。そんな歩いてるなんて、これ見えないのか。5キロぐらい歩いたこの前初めて。ヘルスケアに見えるのこれなんて。口開いてるわ、わかんない、確かそれぐらい往復でね歩きました。てかさ、今日買い物したんですよ私、まあ、昨日なんですけど、ほぼ12時になんか9点ってサイトがあるんですけど、その買い物したのなんか届いてほしくて。待って、通販で買ってる服全然届かなくね。そんなことある？なんか買い物ってさ、めちゃめちゃワクワクしねって最近思ったんです。最近楽しみそこまでなくて、なんかしたいっていうのもないし、さライブとかも公演もないから。あら、ありがとうございます。なんかサイト見たり服見たりするのが楽しみなんですけど、マジで届かないんだけど分かんない、こんな届かないっていうぐらい遅いわけではないと思うんだけど、分かる、冬服着たいんだけど、コート、なんか冬服って可愛いよね。いや、秋服着たいんだけど。しかもさ、この前さ、買おうと思った服がさ、買ったらさ、あれなんだよね、なんか売り切れてましたみたいな
注文進行状況。え？なんか買ったら売り切れたんだけど。あ、まだ国内にいないんだけど。出荷準備中でした、まだ。まだ準備中。あんた、ありがとうございます。えぐいね。だから新しいさ服を買おうと思うんですけど、でも今着ないよね、服なんて。毎日パジャマなんだけど。8月25だった。まだ全然経ってなかったわ。6、7、8、9、30、31、ちょうど1週間。じゃあ、あと1週間したら届きますね。なんか韓国サイトで買うといつも遅い。まあでも日本じゃないからそんなもんだよね。暇だし、いろいろ買います。暇理由に買ってんの、やばい。貯金しなきゃいけないよね、そういう時にこそ。あんた、ありがとうございます。暑いわ。エアコンなしでいけると思ってさ、窓開けてさやってるんですけど、今めちゃめちゃ暑かった。普通に。あんた、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。皆さん、暑さには気をつけて、ぜひ水を飲むことを大切にしてください。私は最近水を飲むことに目覚めました。ということで、今日もありがとうございました。